プレゼント企画については10分40秒ぐらいからです。はい、ズキです。2021年一発目の動画ということで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日は昨年11月に発売されていた Galaxy のミドルスペックモデル A51、A51 を開封レビューしつつ、プレゼント企画もやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは本年一発目やっていく。今回購入したのはドコモ版ですが、 au からも発売されていて、それぞれドコモ版は2020年11月6日に、 au 版は11月7日に発売されました。価格はドコモ版が 7,488円、 au 版が 75,435円と、 au 版の方が 5,000円ほど割高になっています。なお、ドコモでは 5G ウェルカム割として MNP で 22,000円の割引、 5G への機種変契約変更により 13,200円引きが適用できますが、ドコモの機種変で 13,200円割引ができるのは Galaxy S20 とこの A51 の2機種だけなので、ドコモの力の入れようがよくわかります。au では 5G スマホお得割として MNP でドコモ同様22,000円引き、新規契約で11,000円引きとなっています。それでは開封していきましょう。パッケージは A41 より少し大きくなっています。高さは同じですね。それでは Galaxy A51 5G 開封。はい、来ました。本体は一旦置いといて、上の蓋に内箱があって、まずは SIM ピン、試供品として TPU 素材のケース、クイックスタートガイド、ご利用にあたっての注意事項が入っていました。下の箱には、はい、イヤホンが同梱されています。同梱物は以上の通りです。 AC アダプターやケーブル類は入っていませんのでご注意ください。それでは本体を見ていきましょう。ピリピリピリ、はい、なかなか高級感がありますね。カラーバリエーションはプリズムブリックスホワイトとプリズムブリックスブラックの2色展開となっていますが、今回私はこのホワイトをチョイスしました。Galaxy A シリーズはいわゆる Galaxy の入門機用シリーズで、国内では A7、 そして昨年よく売れた A20 からややスペックアップした A21 に、私の方では残念ながら昨年ワーストバイとした A41 を含めた5機種展開となっています。 A51 はその中ではハイエンドに近いミドルスペックという位置づけになります。海外では2019年12月に LTE 版、4G 版が発売されていて、昨年上半期、2020年上半期に世界で2番目に売れたスマホとされています。そんな大人気スマホが 5G モデルとしてある意味満を持して国内発売されたということになります。Galaxy A41 と比較しつつ外観をチェックしていくと、 A51 の本体サイズは縦 159mm、 横 74mm、厚さ 8.8mm、 重さ 189g と A41 より縦で 6mm、 横幅で 4mm、 厚みで 0.6mm、 重さで 29g 重くなっています。アウトカメラは500万画素深度測位カメラ、メインに4800万画素カメラ、1200万画素の超広角カメラ、500万画素マクロカメラという4眼構成です。A41 はマクロカメラがなく、超広角カメラが800万画素だったので、アウトカメラでも結構差があります。カメラの出っ張りについては A41 以上に A51 はないように感じます。フロントカメラは A41 の水滴型に対し、はい、ちょっと分かりにくいと思いますが、 A51 では中央パンチホール型となり、画素数も A41 の2500万画素に対し3200万画素とアップしています。ボタン配置を見ていくと、電源ボタン、ボリュームボタン、上部にマイク穴と SIM スロット、取り出してみます。キャリアモデルですので、ナノ SIM 1枚のシングル仕様に、外部ストレージとして最大 1TB まで対応したマイクロ SDXC カードトレイが備わっています。正面左側面には何もなく、底面にはハイスペック Galaxy からオミットされたイヤホンジャックがあります。そして USB Type-C ポート、マイク穴、スピーカー。 A41 と比べるとやはり A51 の方が高級感がありますね。同じレンジ帯のスマートフォン Aroz NX9 と比較すると、 Aroz NX9 が非常にコンパクトだったのに対し、 A51 は少し大きくなっています。エッジは Aroz NX9 の方が深いですね。それでは今年一発目のアレキュイジーン。端末の保護、セキュリティについては顔認証、指紋認証、パターン、ピン、パスワードが用意されています。ドコモモデルなのでドコモのアプリの設定が求められますが、今回は設定せずにいきたいと思います。 Galaxy の設定も今回はスキップしたいと思います。初期設定でホームが選べるというのはなかなか親切ですね。ドコモライブ UX には慣れてないので、慣れた One UI ホームとします。はい、来ました。なかなか強烈な壁紙ですが、豆腐くんには表示となってもらって、ファーストタッチ、
はい、挙動は割とスムーズです。ディスプレイ輝度を一番低くするとこのような暗さとなります。ほとんど見えないですね。ディスプレイ輝度を最大にすると、はい、非常に明るいです。ストレージは A41 の倍の 128GB、 初期状態では 24.1GB 使用、約 104GB 利用可能となっています。システムで約 20GB 利用しています。バッテリーは A41 より 1000mAh 大容量の 4500mAh、 2019年のハイエンドモデル Galaxy S10 Plus と比較すると RAM 容量以外は同スペックと言えそうです。OS は Android 10ですが、フラッグシップ Galaxy 同様、11へのアップデートがアナウンスされています。初期状態では3ボタンナビゲーションになっていますが、設定のディスプレイからナビゲーションバーを選択し、ジェスチャー操作に変更可能です。外から内にスワイプで1個前に戻る、下から上にスワイプでホームに戻る。ディスプレイは A41 より 0.4 インチ大きい 6.5 インチ 1080×2400 ドットフル HD プラススーパーアモレットですので、有機 EL ディスプレイを採用し、生体認証はディスプレイ指紋認証になっています。ベゼルについては Galaxy A41 よりかなり細くなっているという印象ですが、それでもパッと見少し太いなと感じました。 A41 とディスプレイを比較すると発色や解像感にそれほど大きな差はないと感じます。若干 A51 の方が明るいですかね。ハローズ NX9 と比較するとこのような差となります。やや A51 の方が太いですかね。上部ベゼルもハローズ NX9 の方が細い印象ですが、パンチホール形状のフロントカメラについては A51 の方が小さくなっています。心臓部となる CPU にはスナップドラゴン 765G を搭載。最近発売されるモデルはこのスナップドラゴン 765G を搭載しているスマートフォンが非常に多く、私が最近ご紹介したものでは Pixel 5や Aroz NX9、LG ベルベットなどがあります。ヘリオ P65 を搭載している A41 とアプリ挙動を比較すると、まずは Twitter、 せーの、はい、まあ、少し差がありますが、それほど大きな差ではないと思います。続いて Amazon ショッピングアプリ、せーの、このあたりもそれほど大きな差ではないと思います。 A41 は Antutu ベンチマークでスコアが計測できなかったので、 Geekbench 5で比較すると、はい、結構進捗率に差がついてますね。スコアの結果を比較すると、 A41 がシングルコアスコアで314、マルチコアスコアで1242に対し、 A51 はシングルコアスコアで618、マルチコアスコアで1716、コンピュートベンチマークの OpenCL では約330のスコア差、バルカンスコアでも約260のスコア差ということで、トータル1400ほど A51 の方が高いスコアとなっています。それでは Galaxy A51 のゲームランチャーに Antutu ベンチマークを登録して、ゲームのパフォーマンスをパフォーマンス重視にして、2019年のハイエンドチップセットスナップドラゴン855を搭載した Galaxy Note 10 Plus とスコア差、そして挙動の違いを比較したいと思います。 Antutu ベンチマークのアプリバージョンは最新の 8.5.2 です。それではスタート。はい、ということで結果が出ました。約7万対32万2000ということで、最新のミドルハイスペックモデルとはいえ、まだまだ2019年のハイスペックモデルには及ばないといった感じです。メモリの詳細スコアについてはこのようになっています。同じスナップドラゴン 765G を搭載した Aroz NX9 と比較すると、誤差の範囲とはいえ若干 NX9 の方がいいスコアになっています。特にメモリですね。メモリ項目で Aroz NX9 がややリードしています。対して Galaxy A51 はバッテリー温度の上昇がそれほどないといった印象です。このあたりについてはアプリバージョンを揃えてまた次回検証したいと思います。その他のポイントとして、防塵防水お財布携帯といういわゆる日本人三種の神器にはしっかり対応しています。また 5G 通信については NR 方式の Sub6 に対応し、下り最大 2.1GBps、 上り最大 218MBps に対応しています。ただ Wi-Fi の規格
格は 11AC と 11AX、Wi-Fi 6 には対応していません。はい、ということで11月に発売された Galaxy A51 をザザッとチェックしました。 A41 についてはめちゃくちゃ中途半端に感じましたが、この A51 についてはしっかりスマホ初心者から中級者へのスペックアップ端末と位置づけがはっきりしていると感じました。特にドコモで 4G スマホを使っている人が 5G 契約しよう、あるいは3月開始予定の大容量プランを見越してドコモに MNP しようと考えている方にとってはベストバイと言えると思います。ミドルスペックモデルとして7万円台前半というのはコスパが悪いとは言えませんし、安定感のあるギャラクシーのおすすめモデルだと思います。ただやはり SIM フリーモデルを出してほしいですね。キャリアの販売力が強いというのはよくわかりますが、デュアル SIM に対応していないというのはやはり残念で、アクオスがキャリアモデルと SIM フリーモデルという両輪でシェアを伸ばしていますので、ぜひサムソンにもしがらみを突破してユーザー目線での展開を期待したいと思います。次回はミドルスペック対決としてこちら Pixel 5とも比較していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。続いてプレゼント企画の当選者発表と新規応募について、大変遅くなりましたが、こちらの動画で応募したプレゼント企画の対象スマホ ASUS Zenfone Max M2 についてはご応募いただいたレフィア K さんにプレゼントしたいと思います。私の Twitter の DM まで郵送先の住所をお知らせいただければ今週中には発送したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。そして新年一発目のプレゼント企画ですが、こちら懐かしいドコモウィズ対象モデルの隠れた名機 Galaxy Feel 2をプレゼントしたいと思います。Galaxy Feel 2がどんなスマートフォンなのかはぜひこちらの動画でチェックいただければ幸いです。応募方法はこれまで同様、今ご覧いただいている動画の PR を私が Twitter でつぶやきますのでリツイートしていただき、その後この動画にあなたの Twitter アカウントのアットマーク以下、私の場合アットマークガジェットマジンになりますが、アットマーク以下をご記入いただければ応募完了です。私の Twitter のフォローや YouTube のチャンネル登録は必須ではありません。また今回はお年玉企画としてリツイートが100を超えれば10名様に1000円分の Amazon ギフト券をプレゼントする副賞もつけたいと思いますので、お気軽にリツイートの上コメントいただければと思います。応募は2021年1月15日中までとし、早ければ翌週には発表及び発送したいと思います。ということで本年もどうぞご愛顧のほどお願いいたします。ではまた。